可愛い。シャトルに乗って行きます。可愛い女の子がいっぱいいます。はい、というわけで今はラウンジにいるんだけど、ちょっとビール2杯飲んで顔が赤いんだけどめっちゃ混んでんだよね。で、今までアナがあのファーストクラスの方のラウンジしか空いてなかったのが、ビジネスの方も空いててめっちゃ混んでる。そんな感じで行ってきます。はい、というわけで、無事にロサンゼルスに到着しました。まず今日は、お家で、一泊して、明日から、パームスプリングスに行くんだけど、例のお家に送っていた買ったものをちょっと見せようかなと思います。ボディクリーム系をたくさん買ったんだけど、まずネセサイヤのボディオイル、これあのボディクリームはよく使ってるんだけど、オイル初めて買いました。で、サマーフライデーズの、ボディクリーム、ボディローション、これ結構まだ開けてないんだけど、ココナッツっぽい香りがしてそうな、ココナッツ私あんまり好きじゃないんだよねだけど物が良さそうなので買ってみました。そしてこれがジョジーマーマラン、アルガンオイルのブランドなんだけど、ここのボディホイップみたいなやつがすっごい好きで、私これも2個目なんだけど、アルガンオイルのブランドなだけあってすごいいい、おすすめなやつで、香りも4種類ぐらいあるんだけど、私は匂いがついてないものを選んでます。で、あとこれはプリマっていうところのビヨンドボディオイル、ストレスレメディっていうね、オイル、体のオイルなんだけど、こういうビジュアルで見た目もすごく可愛い、ガラスだからちょっと気をつけないといけないんだけど、こんなオイルを買いました。あとこれすごい気に入ってるブラシクレンザー、セフォラのデトックスっていう、これは水に濡らして洗うタイプと、これはリフレッシュって言って、あのスプレー、ティッシュとかにスプレーしてさっと拭く、あの早いバージョン、インスタント系のブラシクレンザーを、ちっちゃいやつを買ってよかったので買ってみました。そして最後は、シャーロット・ティルビリーのコンタワンドとハイライターワンドを持ってるやつなんだけど、ストック買いしました。スポットライトとピンクガズムとコンタワのやつは再入荷したら即 LA の推しに送ってみたいな感じでやってるの で、あとこれもピーチガズムってやつも買ってみました。これはちょっとこちらにも持って行って使ってみようと思ってます。はい、そんな感じでベッドルームからの夜景が綺麗です。とっても綺麗な夜景、これがバルコニーから見えるんだけど、すごく素敵。はい、こんな感じで今日は寝て、明日からパームスプリングスに向かいたいと思います。ピントが何、ここになんかいんの。じゃあおやすみなさい。はい、というわけで今日、今からパームスプリングスというか、まあほぼコーチェラなんだけど、コーチェラの方なんだけどのホテルに向かっています。で、今日と明日はバビと一緒に、過ごしたいと思います。バビが運転してくれて、パームの方まで向かっています。今回は H&M のご招待で、こちらに行くので、まあいろいろホテルでもアクティビティとかがあると思うので、それも楽しんでいきたいと思います。ちなみに今着てるこのセットアップなんで、後で全身撮るけど、これも H&M のものです。チーズバーガーのアニマルスタイルとポテトのアニマルスタイル。ホテルが見えました。このピンクのホテル、サンズホテル&スパというホテルで、 H&M の催し物などが行われる。チェックインしてアイテナリーとかが多分部屋にあるから、そのスケジュールを見て、今日はまあプールでゆっくりしたり、ちょっと私寝た方がいいぐらい時差ボケ、今日も4時に起きちゃったので、ちょっと寝て写真撮りに行ったりとか、マジでスケジュール次第なんだけどね、マジで分かんないからなどうなってるか。到着しました。すごい中が絶対可愛いのもう見えてるんだ。じゃん。すごーい。ルームナンバー2です。楽しみ。あ、もう開いてる。
あ、かわいい、ここパン。かわいい。Thank you. Thank you. 一つだ。まずツアーします。上に、かわいい。なんかわからないけど。かわいい。めっちゃかわいくない？全部。超かわいい。見て、ここ。あ、ストリートフードもある。超嬉しい。イエーイ。あ、めっちゃいいじゃん。いろいろあります。最高最高。ちょっとこれも開けなきゃ。見て、かわいくない？うちらだけの庭だよ。めっちゃかわいい。トゥアリサ上野ホテルヘネス。 Thank you。 あ、かわいい。めっちゃかわいい。めっちゃかわいいんだけど。やばーい。てかこれ嬉しすぎる。かわいい。かわいいんだけど。え、バビのもあるよ。あ、ほんと？うん。かわいいキャップ。どうどうどう。あ、キャップめっちゃかわいいじゃん。どう？ヘアクリップ。かわいい。ウェットティッシュまでさ。マニキュアも H&M のマニキュアだ。かわいいね。え、超かわいい。ここにもこんなにたくさんの、他のギフト。ネイルと、ザ・グッドパッチ。と、フェイスローション、クレンジングバーム、トリニティセラム、オイル、ゼロウェイストボディウォッシュシーツ。わー、クリーンスターフェイス。スターフェイス欲しかったんだよね。超嬉しい。ヘアクレンズ。え、リーブインヘアマスク、歯磨きかと思った。かわいい。はい。バビ、ハデババーたちは写真を撮りに行きます。わしわでやばい。かわいい。はい、写真をたくさん撮りました。どんどんね、このプールが出来上がってきてんの。あさって土曜日がプールパーティーだそうなので。めっちゃ可愛いんだけど、全部全部全部。水着はアリシアです。今から部屋に戻ってビデオを置いたら焼こうかなと思ってます。じゃじゃーん。パンツはリダーンで、トップスは H&M です。マジでお色直し何回すんだって。あ、ピンクとブルーでうちら可愛い。なんか合わせたみたい。頭に蝶々ついてます。今からちょっと薬局かどっかに行きます。ねえ、可愛すぎるよ。水の中だよ。はい、というわけで、ホテルのレストラン、ホテルヘネスのメニューになってて、今日の日付が入ってるので多分毎日違うメニューになってて、私はもう2杯目にみそぼけがヒットして、もうこんな感じで何もいいんですけれども、これがブラッタチーズと、これ何？イチジク？フィグ、うん、フィグ。かわいい。めっちゃ美味しそう。ハーフチキンが来ました。今ね、7時20分なんだけど、もうまだこんなに明るくて、髪もやばい。もう眠すぎて、もうこんな感じで、マジで。もう本当にね、昨日1時に寝て4時に起きたの。この寝不足アピール女みたいになってるけど、しょうがない。しょうがないぐらい寝てないんだよね、マジで。もう本当に眠いんだけど、今日10時ぐらいまで起きてないとまた寝不足になってしまうので、頑張って10時ぐらいまで起きていたいと思います。はい、今いきなりコンコンってきて、 I love happy hour。 テキーラがちょっとマジ何、睡眠薬なのかってぐらいテキーラが来ました。かわいい。これ持って帰るの？すごい大変だけど嬉しい。かわいい。へー、テキーラとジュース。え、美味しいのこれ。てか可愛くない？普通にセルザ。そう、流行ってるよ今これ。セルザ、うん、かわいいの来ました。ありがとうございます。はい、というわけで、このね、ボックスに入ってたホテルヘネスの可愛くないパーカーを着て、本当に今にも寝そうな中、ワインを飲んでおります。というのもちょっと酔っ払ってんだけど、今日はビールを2杯飲んでワイン2杯目なんだけど、もうそれだけでビール2杯ぐらいでも結構こんな。でもこれでもうお酒を飲んで、うーってなってカーンって寝て、これで時差ボケを直してて思ってるんだけど、明日からが本番だから、こちらも始まるし、これでさ、明日からさ、また時差ボケとかなったらマジ辛いと思って、超頑張って、もうこんななりながら起きております。で、思ったのが、なんか、もっとインフルエンサーの子とかが今日から来てるのかなって思って、3時にちゃんと、すごい日本人らしく、ちゃんと時間通りに3時からチェックインみたいな感じだったので、来たんだけど、
今んとこねインフルエンサーを全然見てなくて、あの H&M の方々はすごいお会いしてるんですけど、明日がブランチで明後日があのプールパーティーなので、明後日のプールパーティーにいろいろ来るのかなって感じなんだけど、なのですごい贅沢にプールサイド使ったり写真撮ったりできたのですごくありがたかったんですけど、そんな感じで明日はもう時差ボケなく万全に過ごしたいと思います。ではまた明日、おやすみなさい。おはようございます。 Day 2、 マジ案の定、時差ボケで5時に起きたんだけど、昨日はほぼ記憶がないのでもう10時ぐらいにベッドに入って寝たので、意外と6時間ぐらい寝てて、まず朝ごはんを食べに行きます。お腹すいたね。キャンディーバーができてます。あとなんかのバーもできてる。お水とかフレッシュジュースとかがあります。なんかね、チャコールが入ってるコールドプレスジュースだった。振ったらめっちゃ黒くなった。知らずに上の方の緑だけずっと飲んじゃってたんだけど、酸っぱ。グラノーラとカリフラワーステーキ。はい、今からブランチに行きます。かわいい、かわいいブランチの場所。友達のロズのホテルがすぐ近くなので、そっちに行って一緒にこちらとか行く予定なので、作戦を練りに行きたいと思います。ピンク、ピンクちゃんです。水着もピンクだし。はい、モデルローズ。 Hello, burning person. 超ギャルよ。じゃーん。ウエスタンブーツにショーパンがシルバーレイクかな。で、トップスと水着は H&M。 これで行ってきたいと思います。準備完了。こちらに向かってまーす。バビもいるよ。行ってきます。 Thank you very much。 ここで ID チェックを1回したらバンドがもらえるので、パスポートを持ってきました。今日だけ到着したよ。ここが VIP エリアで、可愛い女の子がいっぱいいます。みんな可愛い。もう入場して10分ぐらいだけど、ちょっと疲れてきました。事件です。32歳頑張ります。最高なことにソルト&ストローがあります。じゃーん。アイスを食べました。ちょっとプラプラしようと思います。まさかのジョーダンちゃんに、うちがいつも言ってるジョーダン、このラインストーンとかも、まあ、真似したんだけど、ジョーダンちゃんに会えて写真を撮ってもらいました。キャン、イエーイ、可愛かったです。もう帰ります、私たち。はい、というわけで今日は早く戻ってきて、化粧がちゃんとしてない、もう寝ます。もうすぐ12時、頑張りました。というわけで、もうダメだ、疲れすぎてて、また明日。というわけで朝ごはんに来ました。まだ眠いです。今日からザイラと一緒です。おはよう。おはよう。アボカドトーストでザイラのトーストはヒューシュ、めっちゃでかい。今日は H&M のプールパーティーがすぐそこというか、ここでねやってるので、ザイラと一緒に行きたいと思います。イエーイ、レッツゴー。というわけでこんな感じで準備をしました。でね、リバーデールの、カミラちゃんとバネッサちゃんに会って写真を撮ってもらいました。で、去年、あ、去年じゃない、2017年のこちらでじゃん、
この写真をリバーデールのクルーと撮ってもらったんですけど、それぶりに、リバーデールのクルーの人と会えて、でバネッサちゃんは実は同じホテルに泊まってるのね。で一昨日から見てたんだけど話しかけられなくて、だけどザイラがすごいグッジョブをしてくれてザイラ Thank you so much じゃん、トップスが H&M で下はなんだっけ、忘れちゃった。今日はこんな感じで行きたいと思います。 Day 2行ってきます。はい、リボルブフェスティバルに来ました。ラス、ラスと一緒でーす。リボルブ、イエーイ。はい、ということで21を見てマジ興奮して、宇多田ヒカルさんも見れてマジ興奮して、今はサニーブルーのおにぎりに並んでいます。おにぎりが来ました、イエーイはい、今日は本当にいろいろあって、こちらに行ってまず宇多田さんがパフォーマンスして、で21が復活したのね。でそれを見て、でその後88 Rising のアフターパーティーがあったのでそれに行って、で宇多田さんがそちらにいらっしゃって、もうこれは話しかけるしかないと思って話しかけて、もう本当に私のもう青春で本当に大好きですっていうのを伝えて、もう伝えることができてお腹いっぱいで、てかもうそもそも21の復活を見て、宇多田さんのライブを見て、もうそれだけでお腹いっぱいで、もう TWICE のライブの後みたいな状態だったんだけどそれでうちら帰ったのね。だけどそれでそのアフターパーティーで宇多田さんにお会いして、今帰ってきて、今からトリュフサンドイッチとポテト Two fries actually. You got two fries? No. I expected just a sandwich. はい、2つ食べたいと思います。はい、というわけで今日はこちらデイ3になります。もうね本当に疲れたんだ昨日、いろいろありすぎて。で朝何したんだっけ、朝 H&M のプールパーティーがあって、それはもう普通にリラックスでめっちゃ最高だったんだけど、その後リボルブのパーティーに行ったんだけども、それが結構大変で、入るのとかが、てかもうやっぱ渋滞がすごいんだよね、どこ行くにも。それでも結構10分のところが普通に50分ぐらいかかったりするので、それでこちらにその後行ったんだけど、で今日は最終日、こちら最終日、マジで明日帰るとか信じられないんだけど日本にね。今日のヘッドライナーは本当はカニエだったんだけど、カニエがキャンセルになって、ザ・ウィーケンドとスウェディッシュハウスマフィアのコラボみたいな感じで、も私今回一人もヘッドライナー見てないとか、マジで本当に88 Rising 以外のステージを見てなくてっていう感じなんですが、とりあえず起きたんだけど、もう11時半、もうすぐ12時っていう。昨日ちょっとアフターパーティーに行ってお酒飲んだりしたので、しっかり今日も楽しんでいきたいと思います。テンション低く。はい、こちらデイ3はこんな感じになりました。まだ靴はちょっと、靴ずれがやばくて、スニーカーを今回ロスのお家に置きっぱで、こちらで使わないと思って持ってこなくて、でヘアはやってもらいました、ヘアメイクさんに。こんな感じ、ちょっと前髪がストレートすぎるんだけど今日はフェスなので楽しんでいきたいと思います。今日はストーンをつけて、キラキラもういっぱいつけました、ラメ。はい、リップどうしよう。はい、そんな感じで準備していきたいと思います。はい、というわけで本当にちょっと全然ビデオがちゃんと撮れてない気がして、アップデートしようと思うんですけれども、意外と今日5日目、明日帰るんだけど、もうなんか2週間ぐらいアメリカにいるような感じなぐらい、もう本当にいろいろあって、何もないっちゃ何もないんだけど、いや本当に今回は年を感じました。ハーフツインしてんだよ私。それでなんか年がどうとか言ってる場合じゃないよって感じなんだけど、3年ぶりのフェスで、多分フェス自体にそもそも行ってない、まあ TWICE のライブとか行ったけど、アメリカでね、フェス自体に行ってなかったので、この自分がフェスにもう体が慣れついていかないっていうのはすごい感じて、だってコロナ前って私20代じゃない、29?だから最後にフェスに行ったのは20代なわけなんです。まあそんな大して変わんないけどさ、やっぱりこれが30代の違いなのかなってぐらい、まあ、歩いてめっちゃ疲れるし、人に会ってめっちゃ疲れるし、楽しいんだよ、楽しいんだけど、移動手段がマジで大変、ウーバーが捕まらないし、めちゃくちゃ高いし、めちゃくちゃ混んでるから、もう移動だけですごい疲れちゃったりしてるんだけど、でもやっぱりこうやってなんかじゃあフェスに着ていく洋服選んで、こういうラインストーンとかいろいろつけたりして、フェスのお化粧したり、その目的によって洋服を着替えたりヘアメイクを変えたりとかするっていうことがすごい久しぶりだから、それがめっちゃ楽しい
なって思います。あとマジでみんな可愛い、なんなのってぐらい可愛くて、みんな細くて、てかカーブしてんのウエストがで、今はザイラが、彼がパームスプリングスに着いたので彼のところに行って、今日から一人、まあ今日からすみません、今日の夜か明日の朝に帰るのでそんな関係ないんだけど、一人で今お友達とリボルブのパーティーに行くか、もうこのままシャトルが出てて一番簡単なのでこちらに行っちゃうか悩んでて、けどリボルブってで多分みんな知らない人もまた多いと思うんだけど、世界中の可愛いインフルエンサーギャルズはみんなリボルブなわけよ。リボルブとお仕事をしたりしていて、でそのギャルズが世界中からリボルブのパーティーに集まってるのね。そのインフルエンサーのお友達私も多いので、お仕事柄世界中のインフルエンサーのお友達で来れる子たちは、でこちらに来てる私の友達は大体全員リボルブに行ってるわけ。リボルブはリボルブでこちらと別でフェスみたいなのをやってて、でみんなリボルブ行ってからこちらに行くみたいな感じなんだけど、昨日とかポストマローンがサプライズでパフォーマンスしたり、タイガーが来たり、なんかほんとすごいビッグなイベントなんだけど、こちらなんかもちろん人数とか多いんだけど、やっぱそれなりにメンテナンスされてるっていう、なんつうの、例えばこちらってじゃあ BAP のチケット持ってます、アーティストパス持ってますとかなるとまた別なんだけど、リブルブはもうみんな平等にシャトルに乗って行ってとかで、だからもうみんなめっちゃ怒ってて、すっごい喋ってるわ5分。はい、じゃあ今日は32歳のハーフツインテールで、こちらに行きたいと思います。シャトルに乗って行きます。今日は一人。はい、というわけで、さようならサンズホテルじゃない、ホテルヘネスということでね、今ウーバーでロスまで帰ります。ウーバーでロスやばいよね、2時間弱とかかな。はい、では明日は1日ロスで過ごしたいと思います。おはようございます。今日の夜帰るんだけど、もう寝癖やばいんだけど、はい、ロスに無事着いてぐっすり寝て、マジで疲れたわ。もう私疲れたばっかり言って本当に嫌なやつみたいになっちゃってるんですけど、今から支度して PCR テストをまず受けに行って、 PCR 受けたらケイティちゃんと一緒にちょっとまあランチとか お買い物とか行って、今日深夜1時の便なのでフルで1日あるので、お買い物行ったりお出かけしようと思います。髪抜けたよね、だいぶどんどん明るくなっていっていい感じです。はい、というわけで私が毎回ロスに来ると PCR を受けているニューサンライズクリニックっていうダウンタウンにあるところ、日系なんだけど、こんな感じで車の中でドライブスルーで PCR をして陰性証明書を出してくれるので、めっちゃ早くていいから、1時40分今35分です。35分、ちょっと電話してみたいと思います。Thank you. 長くない？もうめちゃくちゃ思いました。はい、ありがとう。Please wait 15 minutes. Okay, thank you very much. 15分待つそうです。長かったよね。めっちゃ長かったです。しかもさ、奥の方まで、なんつうの、奥の奥だと早いじゃん。はい。優しく立ってたんだけど。しかも怖いじゃん。はい、というわけで無事に陰性証明書をゲットしまして入国できそうです。マジドキドキするわ。じゃあ今日一日楽しんできます。今から、ケイティちゃんとまた一緒にゆうこキッチン、ゆうこキッチンに、はい、ランチに行きます。照り焼きチキンボールを頼んだんだけどめっちゃ大きい。2人でシェアでマジでよかったね。間違いないです。すごい量です。はい、またまた私たちはマルコーヒーにやってきました。安定のマジ美味しいよね。美味しいです。ここあと可愛いので間違いないです。マルでコーヒーを買います。来ました、アイスアメリカーノのなんかクリームとオントップみたいな。でも他の人が飲んでるのがああいう感じのなんかラテっぽいんだよね。ちょっと違うちょっと違う、まあ、美味しそう。はい、というわけでまたまたいつもと同じコースになっちゃうんだよね。リフォーメーションヴィンテージに来ました。ゲットしました、2着買いました。なんと
ポール・スミスが白くなって、どうなるんだろう。真っ白になるの。てかポール・スミスのロゴないじゃん。確かに閉まったってこと。はい、髪やば。久々にリフォメーションの本店の方に行きたいと思います。リフォメーションの試着室に来たんだけど、すごいんだけど、なんかここでこうやってサイズが合わなかったりしたら自分でこうやってオーダーできるので、ここに運ばれてくるんだって。勝手にすごくない？初めて試着します。ちょっといろいろ試します。ジェニーが来てたので。最新システムの試着室にまんまとやられてしっかりお買い物しました。トップスしか買ってないけど。はい、またまたグローブに来てどんだけ来てんのって。で、シャーロット・ティルビューリーのお店で、まあセフォラで買ったばっかりなんだけど、ちょっと何があるか見に行きたいと思います。またまたジェリーが来た本屋さんに来ました。パワーオブラブ、あ、ナウっていう本を買いたくて探したいと。ね、探そう。全く同じ額。前回の使い回しじゃないです。同じことしてます。しかもケイティちゃんと同じジャケット着て。店員さんに言ったら速攻で3秒みたいな感じで教えてくれたので買いたいと思います。イエーイ。しっかりお買い物しました。またまたって。イルパステイオに戻ってきました。イエーイ。アルグラサラダを頼みました。メニューに多分ないんだけど作ってもらいました。パッパラデーレとロブスターパスタが来ました。イエーイ。美味しそう。やばい、まさかの免税店がやっている。買い物しよう。もっと早く来ればよかった。はい、ということでゲートに着いたんだけど、ラウンジに行ってちょっとゆっくりして、ゲートに着いたらまさかの遅延していて、20分飛行機が遅れてます。なので20分間ここにいなきゃいけなくて、もうちょっとなんか飲み物とか飲んだり食べたりすればよかったと。はい、というわけで6日間2日間のコーチェラトリップを終了したいと思います。で、今回は深夜便で帰るので朝5時とかに日本に着く感じで、時差ボケがないといいなと思って、もうこっちが今1時なのでしっかり眠りたいと思います。では最後まで見ていただいてありがとうございます。という方はチャンネル登録といいねとぜひコメントもお待ちしております。ではまた次回でお会いしましょう。バイバーイ。